レガプロセコンダ・ディビジオーネは、イタリアのサッカーリーグにおいて、上から4番目のリーグであった。2007から08シーズンまでは、セリエ C2 と呼ばれた。元は3エリアで構成されたセリエ C 単独のリーグだったが、登録チーム数の増加に伴い、1978年に2エリアで構成されるセリエ C1 と、4エリアで構成されるセリエ C2 に分割された。 2008年にセリエ C がレガプロに改組された。2009から2010シーズンまでは ABC の3つのジローネと呼ばれるエリアで構成され、各ジローネで18チームが所属し、リーグ全体で54チーム。2011から2012シーズンは AB の2つのジローネで、ジローネ A で21チーム、ジローネ B で20チームの41チーム。 2013から2014シーズンは各ジローネに18チームが所属、リーグ全体では36チームが登録されていた。2014から2015シーズン、レガプロプリマディビジオネと統合し、新たにレガプロとしてサンジローネで60チームのリーグに再編された。2013から2014シーズンは、 レガプロプリマディビジオネと統合されたため昇格なし。2010から2011シーズンまで、シーズン終了後、各次ローネの上位1チームと2位から5位のチームで、プレイオフを行い勝ち残った3チームの合わせた6チームがレガプロプリマディビジオネへ昇格。2011から2012シーズンと2012から2013シーズン、シーズン終了後、 各ジローネの上位2チームと3位から6位のチームで、プレイオフを行い勝ち残った各ジローネ1チームの、合わせた6チームがレガープロプリマ・ディビジオネへ昇格。2013から2014シーズンは、各ジローネ9位から12位の4チームで、プレイアウトを行い敗者3チームと、各ジローネ回6チームの合わせた18チームが、セリエ D へ降格。 広角18チームの内訳は、通常の広角9チーム、2013から2014シーズンのレガプロプリマディビジオーネと、レガプロセコンダディビジオーネを合わせたチーム数から、統合予定チーム数を引いた9チーム。2011から2012シーズンから2012から2013シーズン、各ジ次郎ネ回4番が目 VS 回5番目で、 プレイアウトを行い勝ち残ったチーム同士で、さらに、プレイアウトを行い敗者3チームと、各ジローネ界3チームの合わせて9チームが、セリエ D へ降格。2009から2010シーズンまで、各ジローネの14位、VS17 位と15位、VS16 位のプレイアウトを行いそれぞれの敗者2チームと、最下位の3チーム合わせた9チームが、株リーグのセリエ D へ降格。 ありがとうございます。